はい、皆さん、こんにちは。あの、Facebook からなんですけれども、あの、原発の処理汚染水を海に流すということを、海に流しちゃうみたいな感じのことでね、放射性物質ね、まだね、残留しているんですけど、それをあの、流しちゃうよっていいですかっていうのを、なんか一応聞いたみたいなんですけど、その聞いた、 人たちの世代もなんかこう男女もバラバラだったという。で、パグ、パグ米集まったんだけど、まあ、そんなの無視してやられちゃうような感じのことが書いてあるんですよね、これ多分ね。まあそんなんで、あの、もしあれでしたら、この記事を、ちょっとこの Facebook の 記事なんですけれどもこの記事を YouTube に載っけておくのでこのままね汚染水をねジャバーっと流されちゃうとなんでしたっけあのと中国とか韓国から世界中から損害賠償を起こされる可能性があるというこのねまああの多分拡散 してもいい記事だと思うのでこのままだと、まあ、まずいですよ。日本的に不利になるのでもしあの,あの興味がというかあの、まあ、日本に住んでればこれは結構重要なことだと思うので結構重要ですね。で自分的にちょっとまだ処理しきれてないっていうか。ね、えですけど。 ちょっと友達から、これ、これあの、書いてほしいっていうやつでちょっと来てたので、自分的には YouTube で拡散を行おうかなと、今現在思い、投稿してみました。これでいいかなで、ここのあの、フォームとか、フォームとかも全部あの、 えっと、コピーペーストして、えっと、YouTube の、えっと、コメント欄に載っけとくので皆さんあのぜひぜひこう、えっと、ご賛同お願いしますそれではまた今日はこれだけの投稿となりますがまあいいでしょうかまあそんなそれじゃああの普通のあの投稿も ええと、まだ中生まれなそうなので、普通の投稿もまだしたいと思うので、それではまた、バイバイ。よろしくお願いします。あ、この潜水のよろしくお願いします。見たら、あ、見てみてください。よろしくお願いします。